平野紫耀本邦退場ブログが物議の中、金プリ王冠ロゴに変化が、5人を忘れない、泣けるメッセージ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野紫耀26、岸優太27、神宮寺ユ太25が5月22日付でグループを脱退。 23日から、長瀬恋24と高橋海人24の二人体制となった新世紀 n g o p スが指導した。それを受けてアーティスト写真も5人から二人のものに変更されたのだが、王冠ロゴの変化が話題となっている。金プリのロゴについて芸能記者が説明する。 22日まで使われていたロゴは昨年4月13日にリニューアルされたものです。KNG&PIS の上に王冠があしらわれており公式、ツイッターは品のあるかっこよさを KKNG&PIS 見せていきたいという思いを込めたと説明していました。 シンプルで、丸みとスタイリッシュさがバランスの良い文字に、王冠でキ g エヌ・ジー・アンドスらしさも加えたというロゴは、メンバーと事務所で話し合いを重ねて決まったこだわりのデザイン。メンバーもお気に入りだったようで、今後も使っていきたいロゴになりました、としていました。22日が終わり、日付をまたいだ時点でロゴリニューアルの発表があったわけではないが、 ティアラと呼ばれるキンプリファンは変化を見逃さなかった。視覚新体制、ロゴの変化に渦巻いた憶足、前での芸能記者が続ける。基本的な文字部分は同じなのですが、の上の冠部分が変わったので,す,です。これまで冠の尖った部分は3つでしたが、23日からはそれが5つになりました。22日の退除直前、平野は会員制ブログにて、 ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。簡単ふっ。ただできないと言われたら仕方がない。と事務所への不満とも取れる叫びを最後に爆発させファンからジャニーズ事務所へのジューイングが殺到しました。そしてその後、高橋長瀬の二人になったマーピスト写真と共に新ロゴが登場すると、ツイッターには5人の波動を感じるといった声が寄せられた。つまりは、 五人体制を忘れないという意味かと捉えたファンが続出したのだ。しかし、23日夜に高橋と長瀬が YouTube やインスタグラムなどで行った生配信にて、その真相が明かされた。新体制となった高橋さんはロゴを作りました。 と生配信でファンに報告すると、アーシャに使われている新ロゴと、5周年を祝してフィスを中央に置いた K、P ロゴがそれぞれ描かれた2枚のフリップを掲げました。その上で、新ロゴについて、高橋さんは今まで王冠だったのがね、ティアラになっているんですよと、より繊細で華やかになったデザインは、ファンであるティアラを示していることを説明。 これは皆さんへの感謝と一緒にこれからもどうぞ、と、何とぞですっていう意味を込めてと込めた思いに触れていました全道。視覚心ロゴ、ティアラ、が想起させる様々な語、この高橋の説明に対して半からは、ロゴをティアラにしてくれたの嬉しかった。ありがとうあれティアラ、なんだって聞いた瞬間泣けてきたかわいい。すごい愛がある。簡単ふ、 など、称賛と感謝の声が寄せられたほかゴツになったとんがり部分には5周年の意味合いもあるのではないかとするファンもいた。確かに5周年を強調した KP ロゴの方も冠の先端はゴツになっていますし、新ロゴについて高橋さんはとりあえず5周年はこのロゴになっていくんですよねとしていたため、新ロゴも5周年仕様で、 期間限定の可能性はある。とはいえ、臨機応変に対応していくことになるのではないでしょうか。前での芸能記者。なお、この新ロゴについて、女性編集者は、ジャニーズ事務所も OK を出した、という事実を指摘する。ティアラに変更したのはファンへの感謝を改めて伝えたいというキンプリ二人の本心であることは間違いないでしょう。先端部分がゴツというのも、 5周年を象徴していいると思いますただやはり、それ以上に5という数字は金プリにとって特別です。高橋さんと長瀬さんはもちろん事務所が何も感じないわけがない。平野さん、岸さん、神竜寺さんを含めた5人の5を大切にしたいという高橋さんと長瀬さんの密かな思いに気づいていて尊重してくれたというわけです。 配信では、6月21日発売の新曲のほか7月からの新番組、さらにファンミーティングの開催も予告された。二人体制以降の活動が不安視されてもいたンプリだが、ジャニーズ事務所は全力を挙げて、5周年を走り抜けさせるつもりのようだ。近く癒しやばい、愛をしすぎる。 残留組長瀬角、高橋海人が生配信で語った王冠ロゴ変化の理由、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok という4媒体での同時性配信は金プリ史上初。高橋は今後について、なるべくみんなの近いところに行けたらいいよね、と語っており、ますますファンとの距離が縮まりそうだ。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。